いでくださいました。ようこの部屋へ。月経カップ挿入時に吐き気、生理痛の悪化、冷や汗、血の気が引くといった体験をしたことある方いませんか？今日はなぜそのようなことが起こるのかという説明をしていきたいと思います。原因は3つありますので1個ずつ解説してまいります。お断りしておかなきゃいけないのは、私自身の体験談と海外ユーザーの体験談および海外サイトの情報を元に作成しています。医者や専門家が発信している内容ではありませんので、ご了承の上でご覧ください。まずそういった症状が出た時は、言わずもがなですけど、絶対に無理をしないでください。もうこれ絶対生理を楽にするために月経カップを使おうとしているのに、あまりにも辛い思いをするのは本末転倒じゃないですか。少しずつ進みましょう。まず原因の一つ目、この答えは簡単で極度の緊張です。思い返した時にどうでしょう、めちゃくちゃ緊張してませんでしたか？もう緊張しすぎて体バッキバッキのカチカチみたいな。実はこれね、私も経験あります。ただ私の場合は月経カップではなくタンポンだったんですよね。緊張が引き起こすこうした症状の特徴は、月経カップを挿入し始めてすぐのタイミングであっても起こります。しかも全部の症状が一気に来るんですよ。急に吐き気が襲ってきて、生理痛がドーンって悪化して、嫌な汗がものすごい勢いで出てきて、血の気がサーって引いてっていうようなことが本当に文字通り一気に襲ってきます。原因が分かればね、自分をなだめることっていうのもできるんですけど、緊張が原因だなんて夢にも思わないので、そうした症状に加えてますます不安にも襲われるわけですよ。体調最悪だし不安だし、もう悪循環。そんな時は早々にカップの装着は諦めて別の機会にチャレンジしましょう。これ一般的には反射性失神、いわゆる脳貧血と呼ばれていて、不眠や肉体的疲労が続いたり、ものすごい恐怖を感じたりすると起こる症状です。しばらく横になって安静にしておきましょう。体に無理をさせてしまったので、いたわる気持ちでね、しっかり体をケアしてあげてください。この極度の緊張というのは、極度の恐怖と言い換えてもいいと思います。膣の中に何かを入れることに対して恐怖心を抱いている人は多いです。ちなみに私がタンポンに初めてチャレンジした時は、初体験は終えている状態でした。それでもそうした症状に見舞われたので、初体験が済んでるとか出産経験があるとか意外と関係ないのかもしれません。一度ね、この体験をすると結構トラウマになるんですよ。それでもチャレンジしたいという気持ちが残っているなら、やるべきことは2つです。なんで怖いのかっていうことを冷静に分析するのがまず1つ、そして毎回達成できそうなゴールを設定するというのが1つです。私の場合、タンポンが怖かったのはアプリケーターのギザギザだったんですよね。本能的な嫌悪感があって、なんだろう、あの黒板をギーってやるのがダメな人いません？あれに似てます。当時はアプリケーターなしのタンポンが存在するなんて知らなかったので、私は諦めました。例えば恐怖の理由が、粘膜の感触が気持ち悪いとか、爪で粘膜を傷つけそうで怖いという場合は、フィンドムを使うと解消されるかもしれませんし、膣の構造が分かっていないところから来る恐怖心であれば、穴が開くほど解剖図を見たりですね、できることはいろいろあるわけです。2つ目の達成できそうなゴールを決めるというのは、そうした人たちにとって最初からカップを全部入れるっていうのはだいぶハードルが高いので、今日は1センチ、明日は2センチというふうにちょっとずつトライすることで、ご自身のストレスを軽減させてあげましょうっていうことですね。時間をかけて心と体の準備をしていくことが大事かと思います。そして2つ目の原因は、子宮口とカップの干渉です。このケースだと脳貧血の症状のように一気にいろいろやってくるっていうよりは、生理痛が重くなるというピンポイントの症状が現れることが多いみたいです。子宮口の位置を無視してぎゅうぎゅうにカップを押し込んでしまうと、子宮口とカップがこのように接触してしまって、この接触点のストレスが子宮に伝わって生理痛を悪化させるというふうに言われています。カップの位置を下げたり角度を変えたりして、正しいポジションにカップを収めてあげると治る場合が多いです。あと、膣の長さに対して長すぎるカップでも起こることがあるので、向きを変えたり位置を変えたりして治ればいいんですけど、治らない場合は違うカップを購入する必要があるかもしれません。
そして最後の原因、強すぎる密閉です。月経カップが落ちなかったり漏れなかったりするには密閉させることがポイントであるということは皆さんご存知かと思いますが、この密閉がたまに強すぎる場合があります。特に空気穴がないタイプのカップは要注意です。例えるなら子宮口をと掃除機で吸っている感じです。子宮口にストレスがかかるのはなんとなく想像できますよね。そういう時は一回リムを膣の壁から剥がしてカップの中にわざと空気を入れてあげましょう。以上のポイントをまとめると、極度の恐怖心、子宮口とカップとの接触、強い密閉状態、この3つには気をつけましょうというお話でした。接触したからといって全員に生理痛が起こるわけではありませんし、ものすごい緊張をしているからといって全員に同じ症状が出るとは限りません。一つの参考として聞いていただければ幸いですし、いずれの場合も無理は絶対にしないようにしてうまくカップと付き合っていきましょう。当チャンネルでは月経カップに関するマニアックな情報からお役立ち情報まで発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter や Cups with You という月経カップ情報サイトも運営しておりますのでお立ち寄りください。今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。 Choose your cup, choose your life, オッツカップ。頭が吸い込みすぎた。バカなの？これエンディング使おう。